ボーダホン 905SH 及び、後のソフトバンク 905SH は、シャープが開発し、当初は、ボーダホン日本法人、その後は、ソフトバンクモバイルが販売する WCDMA、通信方式のボーダホン 3G サービスを、利用可能な携帯電話端末。2006年5月27日発売。初代、アクオス携帯で、ソフトバンクの大ヒット商品となった。 後継機種はアクオス携帯セカンドモデルソフトバンク 911SH2006 年11月25日発売。ボーダフォン初のワンセグ搭載端末でまた初めて液晶ディスプレイが右に90度回転し簡単に横画面にできるサイクロイド機構を採用した。ワンセグ関連機能では初めてミニスドへの録画が可能になり EPG 対応。 テレビ放送を見ながら、メールや通話が可能なマルチジョブ機能搭載など、ワンセグ機能に特化している。地上アナログテレビチューナーや、FM ラジオチューナーも内蔵。2006年2月28日の 904SH の発表会で、当時開発中だった 905SH が公開された。この時点では、端末メーカー、価格、発売時期、スペックは、 すべて非公表だったが、2006年3月15日に、機種名映画、ボーダホン 905SH であることと、2006FIFA ワールドカップの開催時期をめどに発売予定であることが明らかとなった。そして発売前の2006年5月10日、ソフトバンクモバイル社長の孫正義が、決算説明会において、905SH はアクオス形態だと発言。 当端末の大ヒットによりアクオス形態という言葉は一般的になった。広告面では独特の機構であるサイクロイドスタイルを予想外の動きと呼び当端末の代名詞になった。この予想外という言葉が後のソフトバンクモバイルの経営戦略上で重要なキーワードとなる。2006年8月15日に社名がボーダフォンからソフトバンクモバイルになるに伴い、 ブランド名が、ボーダーホンから、ソフトバンクになり、ボーダーホン九百五 s h に代わり新ロゴを記した、ソフトバンク九百五 s h のブラックホワイトが二千六年八月十九日、発売され、その後新色のネイビーレッドベージュがは割りご色展開になった。当端末の大ヒットにより、ダキャリアでもシャープからアクオス形態を冠した端末が、発売されたのはもちろん、ソフトバンクモバイルでも、 後継モデルが登場した。905SH は、シャープ製ワンセグ形態の宣弁をつける重要な機種となった。当初は、90度90という名称で発売予定であったが、発売直前になってアクオス形態に変更された。初期ロットの箱に90度90と印刷されており、その上にアクオス形態のシールを貼って隠していた。2GB のミニスドカードは、 カードメーカー側で動作確認が取れているものもあるが、一部のカードでは正常に反応しない場合がある。ソフトバンクモバイルから発売されたテレビ搭載端末としては唯一のワンセグアナログ両対応モデルでもある。ありがとうございます。